森隆茂は神奈川県横須賀市出身の元プロ野球選手。現在は広島東洋カープの二軍打撃コーチ。1976年に神奈川県小田原市で生まれ、横須賀市で育つ。国学院久我山高等学校では3年時の全国高等学校野球選手権西東京大会でベスト8。関東学院大学に進学後、 1>, 1イニングに満塁本塁打と三段本塁打を放ち、スカウトから注目を集め、金本二世と評されていた。最優秀選手3回、首位打者1回、最多打点3回、ベストナイン4回。1998年、ドラフト4位で広島東洋カープに入団。即戦力ルーキーとして1999年より29試合に出場する。 同年4月7日の対阪神タイガース戦で2番ライトでプロ入り初スタメン出場。2001年には戦列を離れた前田智則に代わり3番で出場することもあった。2003年には5月23日の対中日ドラゴンズ戦で初の1試合2本塁打を記録するなど自己最多となる117試合に出場する。2005年は主に代打で出場する。 大打率。361はこの年のリーグトップだった。2006年には、セリーグ3位となる4本の三塁打を放つ。9月24日の対横浜ベイスターズ21回戦では、プロ初の4番を経験した。2008年は、天谷総一郎や赤松正との対等もあり、出場機会が、減少、わずか9安打に終わる。 シーズン終了後に FA 権を行使するか注目されたが、トレードを前提とした残留を決め、11月17日に金銭トレードで横浜ベイスターズへ移籍した。横浜時代2009年4月9日の対、読売ジャイアンツ戦で代打で移籍後初出場し、敵時打を放った。大谷明彦が休養し、代行として田代富夫が就任してからは、 出場機会も徐々に増加。7月20日の対読売ジャイアンツ戦では、欠場した内川誠一に代わって3番、左翼手で、スタメン出場し、2安打3打点の活躍で、チームの勝利に貢献、遺跡5発のお立ち台に上がる。8月4日の対東京ヤクルトスワローズ戦では、守護神の林昌優から、大打同点本塁打を放つなど、 打率こそ1割台に終わったが、代打では存在感を見せた。2010年は新たにターメルスレッジ、早川大輔が加入して外野で争いが激化したことで出場機会に恵まれず、シーズンを通じて2軍暮らしが多く、アンダ数も1本にとどまった。10月2日に現役引退を表明する。2011年から古巣広島の3軍野志コーチに就任。 2012年からは二軍打撃コーチを務める。愛称は、吉川工事の曲からもじった、モニカ。広島時代の2000年に、当時発行された週刊ベースボール選手名館の、好みの女性のタイプ欄に、藤崎しおりと書かれていたことがある。選手名館2007年2月24日号によると、森笠が、適当にお願いしますと言ったところ勝手に書かれたとの、ことで、 本人は、ファンレターが来るまで知らなかったらしい。この件以来、ときめきメモリーカサとも呼ばれるようになった。ヒーローインタビューの後にはインタビュアーに、必ず一礼している。前田智則と、講師ともに、仲が良く、ゴルフコンペなどでは、ベテラン勢は、ベテラン同士回る選手が多い中で、必ず同じ組で回っていた。また、前田が2000本安打を達成した際に、 試合後のインタビューで、前田が、森竜茂の、あのバカのヒットがあって、と、仲が良いことを裏付けるコメントをしている。プロ入り前は右打ち。その後、両、打ちを経て、左打ちとなる。しかし、その後も、たびたび両打ちにも挑戦するが、最終的に左打ちとなる。現役時代、一時期、試合中に半袖シャツをまくり上げて、二の腕を出すスタイルをとっていたが、 アサイジュの影響によるものである。ありがとうございます。